さあ、ただいまスタートいたしました。14レースが今スタートです。日本選手権の女子ロープの 3000m となります。そしてですね、こちら 3000m ということで、一斉にスタートするのではなくてですね、20秒ごとに、スタート。まずは第1レーン、まずは、スーパードルフィンがスタートいたしました。この20秒後に東京ドラゴンプラチナがスタートいたします。はい、そしてただいま、第2、想定となりますね、東京ドラゴンプラチナがスタートいたしました。20秒で、いいですよ。スタートいたしましたが、さあ、この20秒を、の、ね、タイムラグでスタートしております。この2艇がこの後 3000m を走、漕いでいく間に、どのぐらいその距離を縮めることができるのか、またはですね、そのタイムが入れ替わるかもしれないといった、その辺のね、駆け引きなどもある。